皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。親子で算数。今回は分数が整数になる場合、この場合について考えます。この3分の1という分数ですね。これは一つのものを同じ大きさに3つに分けた1つ分ですから、これを絵で表すとこの部分になりますね。3分の2、これは1つのものを同じ大きさに3つに分けた2つ分ですから、ここで1つ分、そして2つ分ですから、絵で表すとこうなります。では3分の3はどうでしょう。1つのものを同じ大きさに3つに分けたこの3つ分ですね、これを塗ると1つ分、2つ分、そしてここで3つ分になると元の大きさと同じですよね。ですから元の1つの大きさと同じになった、こう考えることができます。そうすると分数は分数の分母と分子が同じ数の時、その分数は1と等しくなる、こういうことが言えます。ですから例えば、5分のときたら1と等しいな、分母と分子が等しい5分の5と、こう考えればいいんですね。では例としてちょっとカッコ1カッコ2カッコ3やってみましょう。4分のいくつが1と等しいかと、分母と分子が同じ数のときですから4分の4、これが1と等しい、4分の4は1、こう考えることができますね。同じように1は7分の分母と分子が同じ数の時ですから7分の7、これが1と同じ大きさということになります。括弧3番、2分の2、分母と分子同じ数になっていますから、これは1と同じと考えますね。ではこの考え方を元にして練習問題で計算どのようにするかやっていきましょう。括弧1、4分の3足す4分の1、分数を足したのは分母の数はそのままで、分子を3足す1と足し算しますから4分の4。ここで分母と分子が同じ数になったのでこれは1、このように書きます。括弧2は7分の2足す7分の5、これも同じです。分母はそのまま7分の、分子を2足す5とやると7、7分の7、分母と分子が同じ数になっていますからこの答えは1と、このように書くんですね。では引き算ではどうでしょう。3番、1-8分の3、1は整数です、分数じゃないのでこのままだと計算できません。1は分母と分子が同じ数になっている分数、後ろの分数を見ると8分の3、これを引いているので分母が8にして1と同じになるときには分母と分子が同じですから1の部分を8分の8にして引き算をします。8分の8引く8分の3、こうなって分母は揃いました。分母はそのまま8-3をやると5ですから答えは8分の5、こうなりますね。括弧4番、1-10分の1、これも同じように考えます。1は後ろの分数が10分の1となっているので分母を10にします。分母と分子が同じ時、これは1と同じ大きさですから10分の10に変わりますね。1は10分の10になりました。これから10分の1を引きます。10分の10引く10分の1、これで10分の9と、
このように計算することができるんですね。よろしいでしょうか。今回は分数が整数になる場合について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書やドリルの問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。